当院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。日々のインプラント手術を実施する中で、こんな器具があったらいいのにという発想から、オーギュメーター以外にも新たな器具がたくさん生まれました。一つはスリッターなんです、はい、これはね、日本刀と同じ原理で、はい、またその質で骨を切る器具なんです、はい、腕の力だけで必要な深さだけ骨に切り込むことができるんですね。なるほど。で、刃には目盛りが実は入ってるんですよ。はい。で、どれくらいの深さまで切り込んだが分かるようになってます。便利ですね、うん、その次に考えたのが、はい、ジョーリテーナーというものですね。ジョーリテーナー、うん、それはどういうものかというと、はい、化学を固定する器具ですね。はい、うん、実は先生、私使いました、先日。あ、そうでしょう。はい、ね、手術をしました。そうです。化学はですね、手術の時に動くんですよ、はい、本当ですね。ですから鎖骨と化学下縁の間に、はい、こう、どういったらいいかな、首の周りに巻くね。そうですね。なんて言うんですかね、浮き輪みたいな。浮き輪とか ね、マフラー。あ、そうですね、うん、そういうものを硬いのちょっと作りまして、はい、痛くなくてね、ブレないのに違和感がありませんでした、うん、そうですね、そうです。実は前回、手術を受けていただきましたね、はい、で、まあ、以前はですね、化学に力を入れるときに、まあ、助手のね、はい、こう支えが必要だったんですよ。絶対必要だと思います、うん、逃げちゃいます、うん、でも、はい、これを使えばですね、歯科医が一人で処理できますね、はい、患者さんは押さえつけられる不快感から、はい、実は解放されてるんですよね。きっと怖いですよね、押さえつけられて。そうですね。大口先生、ありがとうございました。はい、どうかしまして。噛むことは、あなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。いつも大口チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます、うん。引き続きご視聴、お申し込みをお願いいたします。登録ボタンを押すと、便利ですよ。